天下一波動会ありがとうございました。いや今回久しぶりだったんですけど、めっちゃ久しぶりに波動やったんですよ。マジで上手くなかってびっくりした。だし今回なんかバロメーターがすごい上がりづらくなってて、で私いつもどっちかっていうと点取るっていうよりかは逃げ切るタイプの人だったんですけど、今回クロスちゃんが2回目でまだ全然だったんで、私がリードしないと点を取る人がいなくて、ちょっと珍しい。いつもだったら失点をなくして結構逃げ回って、あの入れるポイントは少ないけどでも取られるポイントも少ないみたいなのを結構いつもやってるんですけど、今回はちょっとそうもいかなかったんで、初めてあのちょっと攻めの方の人、前にいる人をちょっとやったんですけど、やっぱね私ね、あの的に当てるのが本当に苦手なんですよ。だからなんか 的に当てよう、全然当たんなくて、今回失点も多かったし、まあ問いもね取ったっちゃ取ったんですけど、でもその分失点が多くてね、残念ながらね4位でしたね。残念です、本当に難しかった。久しぶりの波動だったわ、めちゃくちゃ。明日絶対筋肉痛なんだけどそう、でも前回の方がもっと点数取ってた。確かさ、前回シーズン2の時はさ1試合だけで十何点取ったんだよ私。そう、あの3試合あったじゃん、で1人2回取るけど、うちは1試合しか出なかった、1試合の中でも3ゲームあるじゃん。それでトータルで14点取ったんですよ、前の試合の時に。そうだけど今回全然取れなくてマジで悔しいんだけど、本当に。うん、でもやっぱ戦う相手も強かった。もう何にしろ相手のバロメーターがでかすぎて、なあのエナジーのあれが値がでかすぎて、なんかもう球とかめっちゃでかいし、そうちょっとね当たる相手がね強すぎましたわ。あ、大西もね、でも大西はなんかすごい、私が最初の頃シーズン1の時に波動に初めて出た時とかも、言ってた、あっちのスタッフさんの人が、大西ちゃんはあのゲージうまいっつって、あ、うまいっていうかたまるって言ってた。そう、あのバロメーターがたまりやすい、そうそうそう、ファンの人強いんだよねって言って、そうスタッフさんも言ってた。だから本当に今回めちゃくちゃだってね、バロメーター強かったよね大西うちもさもっといっぱい出たいな。うちあれになりたかったんだよね、なんかさ今さキャプテンともう一つなんちゃらなんちゃらっていうのがあるじゃないですか、コーチみたいな。であの人たちって大体毎回試合にいるじゃないですか。今日はねちょっとイレギュラーで1日2試合だったから、多分仕事の兼ね合いとかあって午後の方に2人ともいたのね、だけん午前の人の方に1人もいなくて、そうでも大体毎回試合出てるじゃないですか、どっちか2人が。だからこの2人が絶対的強いはずなんですよ、一番試合数もやってるし毎回出てるから。だけど今回2人ともいなかったんですよね。でプラスメグさんがちょっと体調不良で、そう初めほとんどほぼ2回目のクロスちゃんと、うん、私は4回目だったんですけど、でちょっと頑張ったんで、そうもうね、まあでも楽しかったですね、それはそれで。まあ、しかもなんかこうまだ一発目だったんで、全然今トータル12試合あるんですよ今シーズン。だから12試合あるから、で後半から2倍になるんですよ。だから前半は全然
全然負けてても後半の方が大事だっておっしゃってたんで、あっちの人も。そう、後半今は全然負けてもどうせあと何試合かすれば全然順位も変わってくるし、後半になれば倍になってくるとガラッと一気に変わっちゃったりするから、全然あの一発目の4位とかは全然大丈夫ですって言ってたから、そう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 、後半戦にねあれしてちょっともっと出たいですね、ハード強くなりたいですねね、強くなりたい。ねえ、そう、ちょっとやっぱ久しぶりで間がさ空いちゃったから、めちゃくちゃ空いちゃったからさ、やっぱりね、やっぱ定期的にやってるとねいいんですよそう、あとは今回からマジでエナジー溜まりづらくなったせいで、本当に全然、だってさうちもさ2ゲームから3ゲーム目一切上がらんかったからな、全部3で、そう最後の戦いの時にそう一つも上がんなくて、そう今回からねそれがねめちゃくちゃねちょっと痛いですね。あれが上がらないってなると、もしそういうのバロメーターに強いメンバーと当たった場合、まあ、今回で大西とかみたいな感じのメンバーと当たった時に確実に不利なんですよ、あれって。バロメーターが大きい方がやっぱいいじゃないですか。今回のやつ見たかなとか人でもさ、結局さほら B と A が戦っててさ、 B の方が完全にバロメーター高かったけど、でも A が勝ったじゃん。だからやっぱりバロメーターってバロメーターが重要だったのもあるし、逆にバロメーターが少なくても上手かったらまあ相手にもよるけど勝てるっちゃ勝てる、相手が強かってバロメーター低かったらもうどうにもならんのだけど、そう勝てるっちゃ勝てるから、もう弱くてもバロメーターが強いければそこそこ戦えるんですよ。そうで、だから私はあんまり強くないのでマジでバロメーターが本当に、バロメーターが本当に欲しい。もう終わったけど、そうねえ、マジでうち今んとこ4回やって2回最下位2回優勝してるんですよ。そうそうなんですよね。そう、なんとも言えない真ん中がないんですよ結果的に。そう絶対 1位か4位かしかなくて、そうだから本当にね、そうどっちかしかないから、もうじゃあ次は勝つしかないじゃないですか。そう今負けて勝って勝って負けてなんですよ。でも次はね勝つ最下位だけはマジで逃りたい。マジで優勝まではいかなくてもいいけど、本当に最下位だけはマジで嫌。マジ最下位だけはマジで嫌そうまだね私旅行2つ残ってるんですけど、まだね行けてなくて、そうなんかそのいろいろ旅館さんとかさ、あの航空会社さんとかの兼ね合いがあって、そうちょっといろいろあってね行く予定だったんだけど、ちょっとなくなっちゃって、なんかまだ行ってなくて2つとも楽しみですね。
そう、まだ行ってないんですよね。そう、いやできればマジで妹と行きたいんだけど、妹も忙しいからな。そう、って感じ。都合が合えばね、いいんですけど、だからそれ旅行行く時のためにお金貯めてないとね、美味しいもん食べれなくなっちゃうから。メンバーのみじゃないのだって。あ、うん、全然、あ、なん誰でもいいんだよ。誰と行ってもいいの。メンバーと行ってもいいし、家族と行ってもいいし、そう、全然誰と行ってもいいの。だから家族で行ってるメンバーもいれば、メンバーと行ってるメンバーもいるし、そうそうそう、そう、なんか妹と行きたいですね。やっぱり私の、家族は旅行っていう旅行に行ったことがないので、なんか旅行って言えばママの実家に帰るかいとこの家に行くかの2択しかないんですよ。だからなんか家族でなんかどっか行くとか、まあ、結構さ、メンバー よく行くじゃないですか、家族旅行とかよくやっぱ行ってるんですよ、いろんなメンバーとかさ。そう、でも私はそういうのがないから、そうだから、そういう今回こういう景品があるから、妹とね、せっかくだったらね、他県でなんか行きたいなって思ってるんですよね。ナルとナナセ強い。だってだってあのペアは絶対強いでしょ。だってキャプテンと副キャプテンみたいな、一番だってさ、一番誰よりも波動をやってるからね。回数は重ねて、多分コツも掴んでるし、もう絶対強いと思う。逆にもう強くあってほしい。もう強くあってほしい。そこがちょっと弱かったらもうね、うちら勝ち目ないじゃん。だからもうそこはマジで勝ってほしい、勝ってほしい、強くあってほしい。ぜひ優勝してくれ。私たちが最下位だったんで、ちょっと優勝してもろて。でもいいね、なんかそこで組むってさ、まあうちらからすれば有利だけど、他のチームからしたらちょっとずるいなって思うよね。ね、そうだよね。ちょっと他のチームさんには申し訳ないんですけどね、自分がもし敵チームだったら、一番波動出て一番やってる人たちのペアはずるくないって思っちゃう。誰よりも慣れてるし、誰よりも回数やってるしね、ってなるけど、自分のチームだけ全然みたいな。そう、ね、そう、自分のチームだから全然イエーイって感じだけど、他のチームだったらちょっとやめてもろて。やめてもろてってなりますね。
チーム4強いよね、マジで強い。だって前の波動も優勝してるよね、ナルがいるとき、ナルがそのキャップやってるとき優勝してるもんね。で今回は2つあったけど、そうね、なんかナルがいる時って大体優勝してるイメージめっちゃある。ヘイジョンヘイジョンヘイジョンアッジョン、じゃそう、なる初回以外全部優勝してるからね。だってマジか、めっちゃ旅行行きまくってんじゃん。めっちゃいいね。でもうちが優勝した時もなるいたよな。あれそうやんな、うちが2回優勝した時もクロスちゃん、なる、ゆりなで、もう一個は誰やったっけな、もう一個はどこやったっけな、誰、なる、ゆりな、あと誰やった？あやみん？あ、違うかな。でもなんかそんな感じだった気がする。あ、七瀬とあやみんとゆりなか。そん時はなるいなかったんか。でも今んとこ。どっちもいる時で優勝してるわ、うち。でもうちね、なるとはねあんま一緒になんないわ、波動。だって初回の時なるいなかったでしょ、で2回目の時もなるいなくて、3回目の時なるがいたんだっけ、2回目と3回目どっちかの時になるがいて、で今回もなるいなくて、そう、でも4分の1しかなるいないの、うちがやった時。そうなんですよ。なるとまたペア組みたいんですけどね、個人的に個人的に、めちゃくちゃ個人的に。なんかスケジュール的になると合わないのか、なると一緒になんないんですよね、いつも一回しかなんなくて。そうなんですよ、残念。組みたいんですけどね組みたいんですけどね、全然スケジュール合わないらしくて、まあ、お忙しいそうですからね。でも今日もしかしたらなるとなるか七瀬かどっちか、そのキャプテンかリーダーがいたらワンチャンビリじゃなかったかもね。今日2つやったからさ、うちら。そうちょっとね、2つやったからね、疲れた。でも
次にリベンジすな、やっぱり。こう期待っすね。ね、疲れちゃうからね、マジで。意外にも。あ、1月14日メンバー発表になりましたね。福袋公演、1月14日の福袋公演、雫公演。メンバー解禁です。出ます。割となんか一面な感じですね。結構一面ですよ。ナギ、マリア、あ、マリア久しぶりに会うんだけど元気かな。ナギ、マリア、ナナセ、オダ、セリ、レミちゃん、ユリナ、ナルだって。結構一面っすな。一面だ、14日。うん、今週じゃん。おー、10日サムネイルだわ、めっちゃやばい。10日サムネイル、あ、明日寝たらサムネイルじゃん。ちょっと頑張ろう、振り起こし。ちょっと振り起こし頑張るわ、マトス。いや絶対筋肉痛だよ、絶対筋肉痛、絶対筋肉痛。わあ、そっか、明日しかないんだ。わあ、やばい、起こさなきゃだな。やっぱ、うん、起こさなきゃ。いやー、久しぶりのサムネイル、めっちゃ緊張するわ。大丈夫かな、トータル込み込みで緊張する。何が緊張するかって、いや、まあ全体的に緊張するよね。だって久しぶりだもん。緊張するでしょ、やっぱりね。おー、これ眠すぎてあくび止まらん。超眠い。あの風に乗って雲を追いこぎて、今僕の目指す場所が思いつかない。その先が見えず眠ることもない。空を飛ばなくても歩いていけるから。デレレレーデレレー。あれ、光をずっと信じて、光をずっと信じて、泣いてる理由がわかるから。日の当たらぬ場所で晴れ間を探した。
今なら全てが見えるけど、このけどかさ、何だったっけなってよくわからんくなるんよな。泣いてる理由がわかるから、今なら全てが見えるけど、光をずっと信じて。ちなみに私今回珍しくストレートの三つ編みなんですよ、髪の毛ね。これかわいいでしょ。これさ、巻いてんのとどっちが好きですか皆さんは。このストレートひやこちゃんか、あの私がずっとあの巻いてる巻いておろしでここ、こうと、どっちが好きですかね。じゃあちょっと適当に投票でもしといてください皆さん。じゃあ1番がストレート、2番が巻いてるで、よろしくお願いします。きっかけがなんだったかな、きっかけがなんだったのかなんて思い出せないくらい、その先の展開を勝手に予想する、恋を見てるよりする方が楽しい、ハラハラと生き方で息をして何もしないより汗かいた方がいい、やがてよくなるランナーズハイ、今しかできないことを経験、恋を見た目よりハードなスポーツ練習したって上達しない、努力したとこで報われないかもね、それでもハマるランナーズハイ。みんな投げたかな。あの風になって雲を、つばさはいらない夢があれば、痛い血を見しめながらゆっくり歩こう、つばさはいらない希望があるから、悲しみも道の途中ひたすら歩こう、翼はいらない、今の僕がいい、遥かなる道の先を夢見て歩こう。もうなんかさ、全部さ違うねんな、ほんまにわからんくなる。翼はいらない、夢があればいい、で血を踏みしめながらゆっくり歩こう、翼はいらない、希望があるから、悲しみも道の途中ひたすら歩こう、翼はいらない、今の僕がいい、遥かなる道の先を夢見て歩こう。難しい。よし、終了だ。わあ、どっこいどっこいだけど、巻いてる方が好きなんだ。巻いてる方が好きなんだ。あ、そう。私まっすぐな方がいいなって思ったんだけど。そう、まさかの、あら、巻いてる方が良かったんか、残念。あ、私まっすぐで行こうとかって思っちゃったわ。そっか、巻いてる方が好きなんか。へえ。そうなんや。どっちが多い、なんかさ、ストレートとかさあんまり見ないじゃん。あ、逆にあんまり見ないから巻いてる方がいいんかな。なんかよくさ、そのストレートなのはとかって言うからさ、みんなストレートが好きなのかなと思ったんだけど、別にそういうわけじゃないんか。あ、そっか、なんかストレート好きなんか思ってたわ。まあ、巻いてる方がちょっと大人っぽくなるかもね。あ、どうだろう。いや、ストレートでもだいぶ大人っぽくなるけど。でもゆいな、よくこれやってるよな、自分でも。アレンジでよくやってないな。よくやってるよな、自分でも。よくやっとるなと思ったね。よくやっとるよな、わかる。我ながらよくやってる髪型や。いや、でも私は巻いてるよりなんか良いと思ってしまったよね。確かに巻いてる方が大人っぽさはね、ますます。え、今度これで公園とか出ようかなとかちょっと思っちゃったんだけど、やめよう。思っちゃったけど、じゃあ何公園出るのって感じだけどね。サムネイルはちょっと暑すぎて無理やから無理なんですけど。
見つめ合うしかない、もう思い張り裂けそうさ、今今行け、さあ夢に見た Me my baby。 バスが揺れた勢いで君へ傾いた体を立て直す瞬間、キス&キス僕の右肩、キス&キス君のイヤホン、そう、でもやるなら雫だな。でも今度の14日ではやんないかな多分。でも今度の14日逃したら、まあ次いつさ雫公演あんのか分かんないけどね。ぶっちゃけもう出ないかもしんないし、出るかもしんないし、なんかその辺はちょっと分かんないから、ちょっと何とも言えない、そればっかりはちょっと何とも言えない、予定分かんないから。でまあもしタイミングがあればいつかやるわ、雫で。けどなんかまたね、また舞台とかでさ2ヶ月とかなったらもう諦めてくれみんな。まあ私はあの劇場に出たいんですけどね、やっぱ劇場は楽しいよね。ちっちゃいねーちっちゃいねー、あれ月中がないぞ、あった、月中青草ランナーズハイ唇に Be my baby、 全ては途中経過、あれ全ては途中経過、あ違うな、この音これだ、全ては途中経過とかさ難しいよね。なんだっけ、夜明けは静かにかそうと近づいてだ、人生は何度でもゼロから始められる、どんなマイナスも途中経過、ああすればよかったと後悔をしているなら、そこなんか忘れて自分に言うんだ、今日やればいい、人生は長いんだ、マラソンみたいなもの、過去はその時の途中経過、手遅れたタイムならその先でも聞かれそう、いいタイム出せてもいい気になるのよ、明日は明日。マジでわからんくなるよね。サビがさフルだとさ、もうどれがどれだったかほんとわからんくなる。ひび割れたその鏡を同じように覗いても、ギザギザと走ってる悲しみが邪魔をしてる、あの頃と変わらないつもりでも見えないものを、あんなに深く愛してたのに心がけてしまった、ひび割れたひび割れたひび割れた胸の奥、トゲのように刺さってる、大切に守ってた幸せが痛みになる、もう二度と戻れない生活が失ったもの、あれからやっと立ち直って、あれからやっと立ち直、あれからやっと立ち直って、もうか全てが見えない、全てあれからやっと立ち直って、もうあれやっと立ち直って、もうててしまえばいい、今も笑っている自分がそこに映っている気がした、ひび割れたその鏡同じように覗いても、いやーやばい、まあ明日実演するけどさ、明日実演するけどもさ、ちょっとね少しでも軽くしていたいよね、自分の重圧を。次なんだ、そしたら次は誰が私を泣かせた、なんか立ち位置がさ不安なんだよね、覚えてんのかな自分ね、なんかわかんないよね、なんか細かいじゃん立ち位置、時計のあり男子が重なって逃げていく、真夜中過ぎた後に音が消えない、ちょっと上じゃろ、
誰が私を泣かせた、何に傷ついたのか、見えない血を流している心の壁、誰が私を泣かせた、愛に触れたことがないんだ、そんな優しくされたら勘違いしちゃうよ、職質された、職質された時、年を聞かれたけど、本当の歳月は忘れてしまった。タイミング合ってるかな。職質された時、年を聞かれたけど、本当の歳月は忘れてしまう。こういうのはもう気になったらとことん気になるからな、私ちょっとめんどくさいなと思ったやろ。でもこれを前かって言ってると一生覚えられへんから、こういうことはすぐ気になっちゃう、すぐ調べちゃう。あ、すぐ下ろしてるわ。本当の歳月、あ、違うの、どこ、まだ、よし、わかったぞ。職質された時、年を聞かれたけど、本当の歳月は忘れてしまった。移動 3.25 だった。イエーイ、完結。こういうスッキリなんですよね。ほんなら次何か当ててみて、みんな。だから君が好きなのか、本編最後やね。だから君が好きなのか。久しく歌ってないから歌も心配やわ。久しく歌ってないからさ、歌も心配やで。みんな、サムネイル2ヶ月歌ってへんねんで、サムネイルの歌心配じゃない、やばよ。ドキドキ。だから君が泣かせた。あ、それまで、それまでの季節で声にしなかった叫びか。話してみたいって思ったけれど、話してみたい、君と同じせ、あ、話してみたいって思ったけれどか。ああね、足りないものを数えてたらそうキリがないから、感じずに君の中に光、心が揺れるんだろう、何かつまらない、肩肘張らずに空を見上げて、そう足りないの中で迷う、どこに火が、土に根を張って君は何も、自然に生きるだけだか。おお、やばい。なんかさ、久しくさ、こうやって見ると、こうなるんだなって懐かしいんだけど、うちだけこんな懐かしさに浸っているのは、うちだけ。来たよ、ラブトリ。こないだハーフやっちゃったから、今回はチャン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 シ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 ャン。これがあるパターンね。もうさ、ハーフやるとさ、わかんなくなっちゃうんだよ。もうタイミング違うからさ、マジで危ないよね。逆にこの間ハーフやった時、マジ間違えそうになって焦るわ。
あとこれ歌詞がね難しいんだよ。恋はいつしか上書きされてゆくもので、君と出会った夏の空の下で、もう一個が僕は今日まで後悔し続けている、好きと言えなきゃ夏は終わらない、でもう一個は恋は消えずに心が蓋をするもの、君を思った夏の青い空、もうやばい、最初が夏の君と出会った夏の空の下で、好きと言わなきゃ夏は終わらない、君を思った夏の青い空似とる。ここ結構みんな間違えるポイントじゃないね、ここ結構みんな歌詞間違えるポイントだわ。夢の続き何度も眺めた、どういう未来を想像してたかな。ね、よくさ結構さみんなが間違えるポイントよね、わけわからんくなるのよ。いやほんまに、いやほんまにわけわからんくなるで、マジで何が何やったっけなってなっちゃう。あの日の自分だね、これはさっきやったから。で次は誕生日単語、誕生日単語やって、めっちゃ好きやねこの曲。むずいけど低すぎんねんな、声が、声がちょっと低すぎる問題っていうのはあるんですけど、そう地声、いやでも絶対絶対地声が低いから歌えるはずやねんけど、安定しないのよね低い音。難しいのね、低いよね、低いってみんな言ってる。なぜひざまずいて花束をくれるの、美しすぎてる不幸せ、すべての男が寄ってきてちやほやされても疲れるわ、それは主にみんなに愛されたところで誰も誰も見返り求めてくる、私は美貌も騙し、私にぴったり。いやーそんなバナナですよ。あら私の単語好き、嬉しい。そうむずいよね。でもさ確かにさここさ結構さ小島さんとかのさそうみたいなさあの入り方あるじゃん、生まれた日はみたいな、意味ないでしょうみたいな歌い方するじゃん。いや結構好きなんだよね、なんか小島さんのイメージ、声地声が結構高いじゃないですか、だからなんかこの単語低いじゃないですかキーが、だからなんかちょっとさ大人っぽい色気というかさそういう感じじゃん、あの小島さんの本、小島さん本家ですけど、いや好きなんですよね。ただむずいけど、ただむずいけどマジ低い。これと逆上がりの、これと逆上がりの A メロは本当に難しい。何年かぶりに来た、これマジで低い。校庭の隅にマジで低いよね、これめっちゃ低い。みんな苦戦してるイメージ。あっこそう高いキーが得意な人はすごい苦戦してる。そうお姉さんはいかんな、君メロ。春の魔法に日付が変わって人も街も明るめに着替えた、風に誘われ気付けば知らずに僕は口ずさんでいた、春の魔法に日差しは変わって人も街も明るめに着替えた、風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。
教えてくれ、君が古いな、振り返るように君も振り返るようにか、時を超え目を覚ます、君はメロディーメロディー懐かしいハムニハムニ、好きだよと言えず、好きだよと言えず抑えていた、こんなメロディーメロディーだだだだだだだ、君はメロディーも懐かしいハムニハムニ好きだよと言えず、甘いメモリーメモリー、甘いメモリーメモリー、夢を見たグローリーデイズグローリーデイズ、あれゴーリーデイズは手ないか、さよならに込めた理由こそ僕の誓い、ついにメモリーメモリー思いまでよ、口ずさむ僕は今でもまだ、最後は翼はノーセンキューやで。でもこれは立ち位置はもう明日自主練で立ち位置立って、その時に振りも一緒に起こす、とりあえず順番に並べて、あとあれもあるよね、久しぶりのリップグロス、久しぶりのリップグロスは私はうーんと久しぶりのリップグロス、うちはなんだっけ、喧嘩をするんじゃないするんじゃないか、おめでとうとしか言えない、ドゥ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 、新しいリップ、新しいリップリいやリーだったはず、リップグロスもさめっちゃさ久しぶりにやるんだけど、みんなやばいよ、いやー緊張るなんだけど、しかもその週でまた違う立ち位置を覚えないといけないじゃん、うち、そうだった完全に忘れたわ、ちょっとみんなバラバラだったな、新しいリップグロス次の愛が眩しいよか、そうだ私の通りはここだ、僕はずっと、そうだ次の愛が眩しいよだ、で私のヒラメロの歌わりはなんだっけ、これなんだっけ、全然曲出てこないわ、なんだっけ、メロディーが全く出てこないからちょっと何も出てこないんだけど、いやあの分かるんだよ、もし何か、あ、もし何かあればすぐ駆けつけるか、その約束にか、その約束に嘘はないだ、なほどの僕はあの頃の僕はまだ若すぎて、なんだっけ、ぬぬぬいられなくそばにかいられなかったけど、チンチン
も私リップグロスで一番好きなのはここ結婚をするんじゃないかおめでとうとしか言えない、ここが一番好きです。ここが一番好き、なんか音といい、音が好きなんだよな、そこの高いしね。でもうまく歌えるしはないてか、久しぶりのリップグロスも久しぶりに聞かないとさ、音というか音程が分かんないや。めっちゃニュアンスで歌っとるからちょっと若干違うじゃーん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シフ、セブ、エイ、ワン、ツー、スリー、タン、タン、タン、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シフ、セブ、エイ、シュー、うん、チャン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 、一、二、三、チャ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 バスの点灯だっけ、点開館通りなんとかの点灯みたいなやつよね。あ、カフェの点灯か。開館通りカフェの点灯、ミスを重ね終わる夏だっけ。なんかね、全然意外にね、意外に本当にあのなんだっけ、このさ久しぶりのリップグロス全然やってない。イベントでもなんか8は全然やってなくて、で劇場も私ずっと出てないし、8の劇場出た時もあのほらクリスマス仕様で違うかったじゃないですか。久しぶり出た時もそうなんだっけな。私さ、こんないい歌だってこれ一番の人しかさ歌わんじゃん。だから絶対自分歌うことなんてないんだよ。だから覚えてないのだって大祭も数少ないパフォーマンスしかしてないのに、私が一番なんて立てるわけがないので、マジで本当に分かんないよ。しかも超久しぶりだし、なんならめっちゃ久しぶりだよ、多分2ヶ月ぶりだ。え、なんだっけ、開館通りカフェのカフェの点灯、ミスキス何何を重ね終わる夏な、あれ何やっけな。終わる夏、会いたいって、あ、椅子を重ね終わる夏なんや。はぁ、椅子を重ね終わる夏、会いたいって、君の電話何を思い出さ、何を思い出さやせるやんな、何を思い出さ。もうこの辺歌ったことないから分からへん、歌音程が分からん。で次私だ、ちゃん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 、もし何があればすぐ駆けつける、その約束に嘘はない。はい、走る。のるのの僕はまだ若すぎてそばに、だよね。私これね、ここの歌り一回しかまだやったことないんだよな。めちゃくちゃ昔やし。そばにいられなかったけど。また移動。ここもめっちゃ移動。急いで移動。パパ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 。
らなきゃね。そんな感じでした急に終わるっていう、急に終わる、急に終わっちゃったよみんな、急に終わっちゃった。幸せってことだろうってそんな歌詞あったっけ。幸せってことだろうってそんな歌詞あったっけ。あ、初見さんだ、かわいいだって、ありがとう、嬉しい、イエーイそんな歌詞あったっけな。どこだろうね。あんなにも好きだった、見つめ合うだけで、なんかさあ、サビか。まあこれも明日こそ、でもなんかいけるっしょ、もうずっと言ってるからさ、任せてケロン。で、なにドゥ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 じゃん、するんじゃないか、おめでとうとしか言えない、ちゃんちゃんちゃん、久しぶりの、ここはいいね、いいと、トゥ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 タシューン、ハイブだ、ドゥ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 、僕はなんとかしゃん、ちょっともう一回立ち位置、よしよし、とはにか輝く、ドゥ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 や、そうそうそう、そうです、そうです、ドゥ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 です。あー、うま、カルピスいちご、いちごやで、いちごちゃう、いちごは挽回やね。あ、そういえば天下一波動会新しいグッズ出たよね、なんかガチャガチャのさ、でもランダムだったなあれ、ガチャガチャのさランダムやったよな、見た、みんな、みんなはねツイッターで回ってきたけん見たんやけどさ、どこにあるのかな、見た、そうガチャガチャの、ガチャガチャのあのランダムやって、それはガチャガチャはランダムか、ちょっと待ってね、今探してるから、波動の公式ページツイッターのやつ見ればいいんかな、なんかどれで見たかマジで覚えてない、
あ、私の動画上がっとる。あの最下位のやつ。いいね、押しとく。3時間前に上がっとるわ。もうみんな見た？グッズグッズあった。1回500円だって。缶バッジキーホルダーだって。これじゃん、ガチャガチャ。おお、私強そう。見て、これめっちゃ超拡大してるんやけどさ、見て、めっちゃ強そう。なんかこんな感じで決めてらっしゃいますわ、私。じゃあ「いいね」押しとくからみんな見て。いいね押しといたけんな。私のとこからよかったら見てください。ガチャガチャね、やってね。強そうやろ？でしょ？マジで見かけ倒し超うまいんですよ。もういつでも引けるか分からんよ。分からん。会員限定やけオンラインではないのね。だって。じゃない？耳につくねんな、ここの歌。ここがさ、めっちゃ耳につくから、すっごい耳についてる。耳と一緒って感今日成人式やったんや。そう、ね、明日が、でもあれなんじゃない？なんか分からんけど、何歳の人が成人式やんのか分からんけど、今日やってるとこ多いね。でもなんか田舎はずれてるよ。田舎は1日とかずれてる。だからなんかそれこそうちら AKB の成人式の時とか行ける人とかは地元の成人式行って AKB の成人式受けてる、行っとる子もおったよ。ずれとるけん日にちが。そう、でも私はコンサート期間だったから、その時だから行ってない。地元には行ってない。 AKB だけ。
そうだから、もう地元の子とかにもう何年も会ってない、マジで何年も会ってないっていうか、どうしよるか何しよるか全然知らん、地元だ一緒だった人たちが。マジで何しよるかも知らんし、どういう生活しとんか知らん。2010何年の時とかに中高仲良かったあの女の子友達とは一回だけ会ったんやけど、でもそれもねめっちゃ前なんよな、もう多分 4,5 年前とかに一回だけ会ってっていうのは知っとんやけど、もうそれ以降会ってへんから、そもそも香川に帰ってんし、帰ったとしてもなんか今回みたいにめちゃくちゃ短いとか、あとはまあコロナ期間に帰ったりとかして、こう人に会えなかった、帰ってたけど人に会えなかったみたいなのがあったで、そう、いやそれよりもっと前に会っとるけん、マジで何してんのか知らん、みんな。もうだから言えば中高からみんなの顔知らんもん、同級生の顔知らん。なんなら今会っても気づかなさそう、なんか垢抜けたりとかさ大人になってたりとかしてたらで、今会ってもさ誰ってなりそう。よし、自分そんな友達おらんかったからな。そう、ぶっちゃけなんかめっちゃ喋ってたっていう子もあんまおらんかったで、全然わかんないかもしんない。ねえ。止まらないあくび。じゃあちょっと1時間来たからそろそろ終了にします。ゆな今日早く目が覚めちゃったでさ、今日は早めに寝る、頑張ります。ほんで明日はサムネイル公演の自主練頑張ります。じゃあ今日はもうお風呂に入って寝ます。寝ますとか言うて絶対絶対寝られへんねんけどな、とりあえず寝ます宣言だけはしておこう。寝ます。意外にな、お風呂入っちゃうと目バキバキになっちゃうからな、むずいよね。ね、お風呂入ると目バキバキになっちゃうよね、シャキーンってなっちゃう、眠かったのに。本当はあれやめてほしい、営業妨害だわ。13位リッチーさん、12位キリアさん、11位シンドさん、10位ジェリーさん、9位ヤングさん、8位ササさん、7位アキコさん、6位メキティさん、ボールごめんなさいだって。許すか許さないかはわからないです。5位チカイシーさん、4位ナッティーさん、3位カズユキさん、2位オカヤンさん、そして今日の第1位はサンマサさんです。イエーイ。というわけで今日のね波動をね応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。次はいつか分かる、いつだっけ、次こそは頑張ります。てなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。